ちゃんの本当の姿だよ。ハンカチもらいたいの。もらいたいの。肩張っちゃうよ。はい、始まります。はい、こんにちは、シャラスポーツです。皆さんお元気ですか？前回のねライブストリームに続き、今日はあの夜のあのプレミア動画用にアーカイブでね、せっかく赤だるまさん、軍曹様来ていただいたんで、あの春ちゃんもね、あのグラブの方ね、皆さん見たいと思うんで、一個ずつねちょっとね、あの赤だるまさんにね、軽く解説というか、これのタイミングでこれ買って、で使ってみたらこんなんですよみたいなね、まあどれもピカピカですけどね。イエーイ、いいね、あなたはスターだから何してもね許されるもんね。そうですね、いいね。これが変なおじさんだったらね、引っ張ってくれない。変なおじさんについてっちゃダメですよ、うん、ということでね、一つずつ見せていただきたいと思いますが、何からいきましょうか。何がいいでしょうね、うん、順を追っていきますか。なんか最初の頃、あ、そうですね、じゃあ順番にあの歴史的にこう背景を見ながらいきますか、うん、まあ、これ乗っけてもいいけど乗っけなくてもいいけど、まあ、これですね、ありがとうございます。あの石原さんにもグリス入れてもらった、チカチカです。これまあワールドペガサスってコルクっていうのかな。そうですね、コルクですね。だからまだ西島さんが来られる前のタイプで、だからもう普通、ちょっと前に言ってたその当て取りの型に近い、ちょっとこう浅い感じの、浅い感じの、うん、でガセットが入って、で、HWEB ですね、で、うん、で無理やりあれですよね、浅めのやつを深めにするという。あ、そっか、これ深くなってるんだ。そうですね、すごいね。ちょっとこれあれだな、高さを合わせればいいのか、うん、あんまり歩くと、あ、いいね、いいね、こんな感じですね、うん、はい、大丈夫ですか？うん、じゃあ塗ってください。オイル塗る？塗ってください。うん、塗ってください。あ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、うん、はい、どうぞ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 。トイちゃんの手乾燥してるから、いつも。うん、はい、どうぞ、はい、はい、はい、あーすごいな、あーいいな、あーあーもうしっとりだ。それはあのワッペの呼吸面。ワッペのすごいな、なんか進撃の巨人かと思った。この手の違い。赤ちゃんありがとうね。ありがとうね。ありがとうね。ということですね。だからこれはまあ時代的には先代のワールドペガサスさんということで、うん、ね、これはこれでまたね、今は全然こう、うん、違う会社に生まれ変わってますんで、そういう意味ではね、価値のある。いつぐらいですかね、もうかれこれ10年ぐらい前に。あ、そんな経つんだ。あ、そうか、うん、ワールドペガサスさんの歴史を考えるとそうですよ ね、 だからちょうど入れ替わる寸前ぐらいのモデルだと思うんで、よくでも西島さん引き受けましたよね。そうですね、すごいですよ、ね。まあ、でもお話聞いてたら、やっぱりそのもう年齢も年齢でね、もう一仕事したいと、うん、で待遇的にね、君好きな、うん、あのグローブを好きなようにやったらいいかなっていうね、うん、取締役ですから、それの待遇でね、招聘されて、じゃあもう一花咲かせるかっていうね、でその直前のモデルということになるんですね。あれじゃないですかね、お金じゃないないですね、うん、強いかもしれないですね、と思います、うん、あの方はね、好きなのをやりつつことやりたいということでね、うん、ね、だからこれはすごく革自体もそんなに悪くない、うん、いいですよね、これ、うん、感じなんですけど、うん、チカチカだ、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。食べてください、ラムネ食べてください。はい、じゃじゃん、この色の出方がすごい理想的ですね、これね。だから多分石原さん好みかなと。おはい、かっちょいいですよ、うん、うん、
じゃあ次行きますか。名残惜しい句はありますが、時間に限りがございますので。で、その当時に購入した、同じぐらいに購入した、あ、ちょっと前です。これが多分、あ、もしかしたら一番古いかもしれない。軍曹様の。そうですね。こっち先です。こっち先ですね。軍曹様のシックスフィンガース。かっこいいでしょ、これもね。オジースミスを意識して。で、この、キャメルにブラウン。ブラウンかな、これ。おじさん、キャディの文字買ったの。え、買ったの？買ったの？何を？文字？うん。何ニコニコしてんの。あ、落ちたよ。あ、落っこった。あ、あ、あ。どうする？こんな感じでございますね。はい、そうなんですか。ちょっと、うん、結局まあもともと、うん、そうだね、もともとのモデル自体が、まあ、昨日あの説明あった通り、もともとそんなに深いグラブではないですよね。そうですね、あのオジースミスさんのモデルの話聞きましたら、うん、あの西島さんの話ではやっぱり浅いと、まあ、本人の、まあ、あのプレイスタイルもあるんで、あの人名手ですから ね、 ね、まあ、向こうで当て取りはないでしょうけど、パパッてこうグラブさばきがね、あんま握らないんでしょうね。でそれがベースになってて、でも一般にはそんなね、やっぱつかめないとということで、これでもだいぶ時間かかったと思いますね、このね。そうですね。で結構やっぱり元からやっぱり浅いグラブを使う習性がないんで、あそうですよね、うん、だからできるだけ深めに、深めにっていうことで型を、そうです、私これ最初触らせていただいたんですけど、いやこれなかなか掴めないぞっていうことでね、うん、パン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 やりましたけど、それ、そうですね、それが完成してこうね目の前にあるっていう、この、あのウェブの開き具合もちょうどいいぐらい。そうですね、だから本当だから、ここの動画に、うん、を見つけて石原さんに手を加えてもらったことによって、うん、すごく変わって、グリス、うん、腕の開き方も調整してもらって、あ、そうかそうか、あ、そうでした、すいませんで、やっぱりね、こっちの、あの深くした、改良した西島モデルとこれと比べるとね、ちょっとあのヒールの感じとかも、それからポケットの感じとかも、これまだ新品だけどこれぐらいになってるんで、うん、それと比べるとね、うん、その当時のやつから比べたらもうだいぶ開きがっていうか、だいぶ深くなって、かっちょいい、すごく取りやすくなってね、取りやすいです、うん、やらせていただいたんです昨日ね、軟式でポコポコって入っちゃうから、もう全然こぼれもなく、うん、うん、失礼します。もうね、あの閉じなくても、うん、このちょうど止まん中が一番取りやすい、名手の証ですね、うん、へえ。だから結構トラペーズなんか結構気使って取りにくいっていう人がちょっと話は聞くところあるんですけど、わりかしだからもう結構完成されてる部分があって、だからちょっと目指すところはここなのかなっていうのは。ああ、そうですね、うん、一般の人がね、そうですね、あの草野球で使おうと思うと非常にね、うん、使いやすいですよ、うんうん、だからあんまりトラペーズだからってことで気にする必要がないグラブにらしいです、なってます。やっぱこれ、うん、あの私も触って使ったことはあるけど、ずっとこう所持して、うん、それでキャッチボールっていう経験はないので、やっぱりあの持ってらっしゃる方、あの使ってらっしゃる方の話聞くっていうのが一番ねいいと思うんですけど、これも傑作じゃないですか。このオリネームのね、あのザ・ゴールドグラブカンパニーの文字もかっこいいと思います。はい、ありがとうございます。王道です日本の人たちは知らないかもしれないけど、王道です。またこんなこと言うと生意気になって言われる。何を言ってんだって言われる。そうです、いいんですもんね。立て続けにじゃあこれを出しちゃえば。あ、出た。やっぱりシックスフィンガーズフェチとしては、まあそうですね、うん、これも押さえとかないとっていうね。そうですね、
これは完全に OS パターンに入ってますね。そうですね、 OS パターンがモデルがあったんで、もうわざわざそれを頼んだっていうモデルですよね。こっちの浅いか。そうです、ね、こっちの浅いですよ。より浅いって浅い、さっきの 44F だったかな。そうですね、うん、でもそれをまた無理な注文をして石原さんに深くしてくれと。あ、叩いたんだこれ叩いたんだあ、そっか。でね、これブラックのね切りはみなんですよね、うんうん、それまた渋いね。そうですね、うん、あ、やっぱこの色合わせは外さないな、王道だな。うん、うん、そうですね。いや、もう結構だからポケットの深さが、うん、まあ先ほどのやつに比べるとちょっと浅いですけど、でもすごく、おお、くるくるで、あのウェブにはなってもコロンってセンターに来ますよ、うん、で先もほら、うん、不安はないです。そうですね、もう、あ、でもほんとちょうどボールが当たるところだけあのしなやかになってて、ちょっとさっきのやってやっぱりあの、ね、感触値、これはあれですね、本当に、うんうん、これやっぱり見比べてみるとこっちのがより深いんですけど、そうですね、うんうん、すごく完成されてる系なんですけど、こっちはこっちでまた違うテイストになってる、うん、なってる、なってる、うんうん、で少しやっぱりこっちの方が確か 11.5 ぐらいにかな、ああで、ああこっちが 11.25 なんですよね。そうやね、4分の1です、ね、だからどっちかって言ったら日本人的にはこっちの方がもしかしたら好みかもしれないです。うん、そうですよね、うん、あの今 これでこうやってみて、あ、思い出したんだけど、あの今日持ってらっしゃってないけどブランデン・フィリップスのモデルあれもね11と2分の1だけど浅いんだわな。あれの掴む感じを今、うん、指に思い出しました。そう、うん、これはすごいな、うん、ちょっと並べて、うん、ね、はい、ありがとうございます。なかなか眼福ですよね、連続でね全部持ってこれないけどね、今日は一部、もう毎回一部今日これっていうので、ちょっとじゃあ、まあ、これ持ってあ、出た、あの、これはやっぱりね、あの使ってみたいなっていうことで購入された。そうですね、ここ最近あの石原スポーツで改めて入荷したアトムズを、うん、でこれはジュテルさんのレザーを使った。そうですね、だからもう今は亡きジュテルさんなんで、うん、またこれもさっきのあのグラブじゃな、あのワールドペガサスじゃないけど歴史的にこうね、そうですね、オーバーですけどね、あのヒストリカルなグラブになりつつあるというね、うん、これもだいたいもう 10年まで行ってないですけど、それ近く前のモデル、うん、てばモデルなんで、これ切ったわけじゃなくてこういうワンピースなんですよね。そうです、モディファイドワンピース、うん、ワンピースで、お聞きしたらこれ最初から使いやすかったよっていうことで。そうですね、うん、で、顔のツヤ感も最初からありました。そうですね、わりかしあった方だと思いますね。もう全部ね、チカチカになってるんでね、どれがどれかね、うん、全部違う、うん、いう感じですね、うん、だからもうある意味即戦力的な部分のグラブといえばグラブだったんですね。あー、そっかそっかそっか。だから一応これなんかも公式ではあるんですけど、うんうん、失礼します、うん、ただもう普通に取れる。ああ、これもグッていく感じですね。そうね、多分まあ石原さんはまあ僕の掴みを知ってるんで、うん、ベアーハンドみたいな。まあ掴む時はベアーハックですけど。そうかそうか。もうそういう感じのね、グッときますこれは。うん、これはもう本当に形が乗り移ってますね。うん、そうですね。だからもうあっという間に、だからこれなんか片付けはもう自分でもうやっちゃってた。だからまあその時はもう基本的にあのハンマーとかないんで、もう常にこういう声が、拳で、そうだね、もう叩け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 、おいらにゃ獣の、まあおとなしい知識ね。キャシャですからね。キャシャですからね、うん、またカットも入れときますけども、はい、もうあまりキャシャすぎて
我々にはちょっとね、うん、まあね、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、もう優しさにじみ出てにじみ出てもうめめパチパチのバンビちゃんみたいですよ、うん、ね、だからまあ、あのバンビの目を持つクマっていう感じですねまあどっかの、 あのメジャーリーグにもいますけど、ね、いますね、いますね、奥さん美人な人ね、奥さん美人な人、はい、ね、だからまあこれはまあ、うん、本当もう一瞬で、まあもう今保管みたいな、あ、そうかそうか、資料として、こんな感じだったねみたいな、う、ね、うん、だからあのグラブ大全みたいな感じで、あ、そうですね、残しておくといいかなみたいな、うん、ジュテルってこんなんだよっていう ね、 ね、思い出したりして、はい、だもし何か気になる方がいたら、あの、あ、おっしゃってくださいね、ジュテルってこんなんですよ、埼玉県にあるらしいんで、あ、はい、それ、はいはいはい、それ以降は自分で調べてください、あ、そうです、ねじゃあ、これは何しますか、これは、ね、これ、あ、じゃあ、これにします、おー、来た、これは、あの、例のウィルソン USA で、あの、ことあるごとに、あの、発表されるリミテッドエディションの中のラブ・ザ・モメントシリーズ初期型、そうです、初期型ですよ、このグレーを基調に、あの、あれです、サックスが入ってる、これ以降はちょっと色合わせが変わってきたんで、これ軍曹様のなんですけど、軍曹さんもこれ、今の違うじゃんっていう感じになってるらしいん で、うん、そうですね、でこれかっこいい、完成度高いね、やっぱ ね、 だからその、まあ、持ち主には逆らって、まあ、ちょっと形がなんか、こういう感じになってるんでなるほど、いや、これは86だ、そうですよ、これも掴まなくてもゴロ補給なんか何もなくてもゴロ入っちゃいますから、入っちゃいますね、これねこれすごいよね、さすが麻生さんっていう、まあでも大抵あの限定モデルって言っても1786なんですけど1786であれ色がちょっと、あ、ここの素材が違うよ、あ、ここちょっと変えてるっていう感じなんですけど、まあここまでね、ラブ・ザ・モメントのこのカラーリングとか、まあ革ももちろんいいですけど、カラーリングが完成されると、だから新しいのででもちょっと違うよねっていうのも分かりますよね、だこれあのラブザモメントシリーズ史上最高じゃないですか、うん、そうですね、うん、今もっと鮮やかなスカイブルーっていうか、しかしこれはこの R が見事に表現されてますね、いかにも86っていうね、そうですね、はあ、これはなかなか ね、 そうだね、我々メンバーさん以外の人に聞いてもあ、うん、うん、ってなるね、こうじゃないのって言われちゃうんですか、そう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 ですよ、あのどうしてもね、あの日本のグラブあったかな、あ、ないか、あ、あるか、あ、でもこれ見せたらまずいな、まあいいやちょっと、あ、でもこの辺のやつでいくか、